間違い探し。2枚の絵には違うところが3つあるよ。どこかわかるかな？わかったかな？答えはここでした。ドラえもん始まるよ。大パニック、のび太のひまわり日記。みんな、自由研究のテーマ決まった？僕はね、クワガタの観察日記をつけようと思ってるんだ。クワガタといっても希少価値の高い国産オオクワガタだよ。ほら始まった。そういうのび太くんは何をするのかな。昼寝じゃ自由研究にならないよ。ドラえもん、あれ、ドラちゃんならお庭にいるわよ。お庭の草むしりをしてるのよ。手伝ってあげてちょうだい。夏休みが始まったらすぐこれだ。ん？あ、草むしりしないでサボってる。ちょっと待って。ん？これでいい。おお、来た来た。雑草を増やしてどうするのさ。まあ見てて。なにこれ。これなら草むしりも楽ちん。うわー、あっという間にさっぱりしたな。何をやったの？新種植物製造機。これで作ったんだ。作るというより改造かな。やってみる？いろんな草花の種があるけど、どれがいい？やっぱり朝顔かな。それじゃ、レーザーメスと電子のりで種の中の染色体に含まれている遺伝情報を。どういうこと？要は設計図を書き換えるんだ。正解があるわけじゃないからやってみるしかない。これでいいのかな。うまくいかないな。まあ気長にやるしかない。よし、これを自由研究にしてみんなを驚かせてやるぞ。よし。うまくいったかな。それ、玉ねぎ。玉ねぎが鳴くなんてアペコペだ。これはだ。驚かせてしまい大変失礼いたしました。お辞儀草を改造してみたんだよ。道理で丁寧な挨拶だ。恐れ入ります。だんだん分かってきたぞ。よし。あれ、ずいぶん小さいひまわりになっちゃったな。口が開いた。こっちも喋れるのかな。赤ちゃんだ。かわいいな。ミルクかな、おむつかな。いっぱい飲んで大きくなれよ。高い高い。すっきりしたんだね。よかったね。
のび太くんおはよう。あー、のび太くん、そこは背中だ、もっと上。はい、でもどこが肩だか背中だか。口応えか。いいえ、のび太くん、これって今朝起きたらこんなに大きくなってて、しかも、あー喉が渇いた。水、とびっきり冷たいやつをな。この通りなんだよ。なにをじっと見てるんだよ。とっとと水持ってこい。あ、はい。ったく、どうぞ。おいおい、いつまでも双葉のひよっこじゃねえんだ。水はじょうろでかけてくれねえと。わかったよ。なんでこんなことになるんだよ。おい、ぼさっとしてないで鉢を窓際に動かすんだよ、ドラコ。ドラコ、名前って言うな。えおお、生き返る。これじゃ自由研究が。あ、のび太くん、ちょっと、おい、何をする。あまり勝手なことをすると茎のトゲトゲ擦りつけるぞ。本当に口が悪いね。うん、これでいいね。いくら乱暴でもこうしておけば付きまとわれることもない。置いてけぼりにするつもりか。そんなことしたらな、あることないこと大声でわめき立てるぞ。のび太はいつも0点だとか。それは本当のことだけど。さあ、朝ごはんでも食べよう。そうだね、お前はおとなしくしてるんだ。いやあ、極楽極楽。歩けるようになってる。自分で動けりゃこっちのもんだ。今まで世話になったな。おっ、ドッキン、かわいいな。どこかで騒ぎ起こしてなければいいんだけど。うわ、しずかちゃんだ。いい土の畑があるんだ、一緒にどう。いやー、やめろ。毛虫をくっつけるぞ。いいところだったのによ。なに、まったく。あいつを捕まえてくれそうな強いやつを作りたいんだ。できるまでは絶対に寝ない。よく言った、僕も付き合うよ。これで俺を止めることはできないだろう。あら、この時期にチューリップなんて珍しいわね。すっげー大根足。ここにいたんだ。俺様の右腕になる強いやつを作ってやる。すごい。
くらなんでも自由研究に嘘を書いちゃいかん。嘘じゃないのに。喋るひまわりだなんて。あかんぴーの、あ、なんだこりゃ。お、うちの近くで捕まえました。私はこれを見つけたんですけど。などうも、お初にお目にかかります。私はこれを見つけました。僕も。どうも、一体どうなってるんだ。どうも、恐れ入ります。